おはようございます。今は朝の8時半です。ですね、今日の朝はちょっと普段と違って、旦那がお昼からミーティングに行かなきゃいけないんだけど、その前は家から仕事してるって言ってたから、じゃあエディソンを旦那に置いて、で私は子供たちを学校に送ってさ、でその後にね、生姜を買いたいんですよ、スーパーで。っていうのも今日豚の角煮をすごく作りたいから、生姜とネギをスーパーに買いに行くんだけど、それでね、でその後ね、私はちょっと走りに行く予定なので、聞いてくださいよ。あのね、お友達に誘われたの。12月11日にホノルルマラソンがあると。で、一緒に出ないって言われたのね。で、なんか割と結構悩まずに、まあ聞くし、しょっちゅうですね、その時期が来るとね、なんかいろんなところから、ホノルルマラソン出ないのとか、ホノルルマラソン一緒に行かないとか、なんか言われてたんだわ。で、だけど、なんかそのために、いやー、子供がなーとか思ってて、なんか結局ほら、旦那が見てくれなきゃいけないわけじゃんか。てかそういうので、とか思ってたんだけど、なんか今回は、なんかやってみたいなと思ったの。で、なんか、私の友達もね、フルマラソンじゃなくって10キロからやりたいんだけどって言ってて、ああ、いいんじゃないみたいな。それだったら私もやろうかなとか思って。でね、エントリーすることにしたんですよ、今回。全然フルマラソンじゃないよ。10キロからだからね。10キロからだから、そう。そうなの。で、たまにね、家の周りを走るんだけど、まあ、2キロ3キロは余裕で走れるわけよ。うん。だからね、今回10キロじゃないですか。なんで、ちょっと自分をプッシュして、まあ練習もしないといけないわけだから、それで、ちょっと今から練習を始めようと思っているわけなんですよ。で、私正直マラソンとか出たことない、今まで一回も。大人になってからね。だから、ちょっとどういう感じかわからないから、なんかやっぱ体作りとかも大事だろうし、まあ、いろいろあるわけじゃない？で、私はそれすっごいビギナーだからさ、とりあえず、まあ、やってみようって感じなんだけど、はい。こんなもんかよ。あとね、お茶が欲しいんだよ。お茶を探してるんだけどね、カフェインのないさ、美味しいやつ。家に帰ってきたのね、トイレに行きたかったから、私は携帯をこれに入れるわけですよ。ほんで、こいつをこうやってだな、オッケー、サイボーグみたいにしてやるね、オッケー。で、これで私が使ってるアプリが、これを通して、今このぐらい走ってますよとか教えてくれるの。
1キロ経ちましたよ、2キロ経ちましたよとか教えてくれるから、ほんでワイヤレスヘッドホンが欲しい。うん、よし、じゃあ行くよ。ちょっと待って、この日よけプラス汗防止、いやー、よし行こう。見てこの顔、やばくない？これさ、長袖っていうのがあれだよね。なんかさ、漁師に行ったおっちゃんみたいじゃない？この長さが微妙なんだよね。OK、うんと、あ、疲れた、マジで。ね、2マイル走ってきた。2マイル。そう、キロだとこのぐらい走ってきた。なんかもうちょっと、一番最後に走ったのがいつだ、1ヶ月前ぐらいとかだから、ちょっとギャップ空いたけど、とりあえず、まあとりあえず走ったから OK。 あ、さっき電池が切れちゃったから、うんと、とりあえずシャワーに入って、ここ今ここに至るんですけどね。あのね、私が走ってた時多分9時とか9時半ぐらいだったんだけど、もうさ、すっごい暑いのよ。あのね、他のマラソンと絶対ホノルルマラソンは違う。もう走ったことある人は分かると思うけど、まず、うんとね、あの太陽のさ、日がさ、点々とすごいわけ。もうほんとものすごくって、なおかつムシムシするじゃん。いやー、なんか他のマラソンと比べてちょっと体力的にかなりきついんじゃないかなとか思うんだけど、だって前さ、うんと、タウンの方を、もうちょっとホノルル寄りの方を、あの普通にジョギングしたことあるけど、それも午後のすごい、もう本当にさ、日が点々点々としてる時だったんだけど、もうさ、ちょっと走っただけで本当になんか違うの、全然すごい疲れるレベルが違うというか。だからね、もう絶対に帽子とかかぶらなきゃいけないと思うし、いやー、どうなるかね。でね、さっきさ、私スーパー行ったじゃん。でね、お茶も探してたわけ。ジンジャーと生姜とさ、ネギと、あとね、お茶を買ったんだよ。で、これはわかる？カモミール。カモミールティーね、まあ、これは結構 go to で美味しい、飲むやつ。ブランドの、このブランドのは試したことないけど、夜さ、ディナーも終わって、でちょっとこうリラックスしたい、寝る前とかに子供も 寝かしつけてみたいな感じでさ、ゆっくりしたい時にコーヒーとか紅茶とかっていうよりか、こうあったかお茶とか飲みたいじゃないっていう時、カモミールもなんかってなって、おすすめでさ。まあ買いに行ったところのスーパーがあんまり品揃えが良くなかったのね。だから結局このやつにしたんだけど、うんと、他もね、多分いっぱいあったら他のやつも買っちゃってたと思うんだけどね。で、私も結局他のも買ったんだけど、この2つはアジアのセクションで見つけたの。見てこれ、デトックスって書かれてるじゃん。でね、なんか中国のハーバルティーらしいのよ。なんかまあそれ聞いただけですごい良さそうじゃないね、漢方みたいなさ感じで。サポートディフェンスズヘルフィースキン、なんか多分さ、なんか病気、多分ちょっと免疫を高めるのと、あとそのちょっと具合悪くなってきたら、最近ちょっと喉がなんかおかしいなとかいう時とかに飲んでおくといいんじゃないかなと思って、まあ、これは買ったの。体の調子が悪い時とかにちょっとこう免疫を高めてくれるようなもので、これが目に入ったのよ。見て、こんなの売ってんだよ。これさ、もうさ、何？ダイエッター2って書いてあって、痩せるお茶って書いてあるわけ。買わなきゃでしょ。
買わなきゃだと思わない。これね、私が思うに昔ね、うちのママが多分こういう感じのやつ飲んでたと思うんだけどさ、あれよ、お通便を良くしてくれるような感じの飲んでたんだよな。そういうお茶昔あったじゃない。で、私がこの買ったやつはその便通とは書いてないんだけど、でも痩せるって書いてあるのよ。トゥルースリムティーだで。You gonna try って感じじゃん。なんか買ってみた。これちょっと試してみる。はぁ、疲れたわ。OK、これから私は角煮を作って。あのね、昨日ね、本当はね、夜、夜な夜なネイバーズクラブを撮る日だったの。で、もう一日中そのつもりでいたんだけどさ、6時ぐらいから夕方の、私さ、いきなり頭痛が始まったわけで、普段ね、あんまり頭痛とかしないのよ。頭痛とかしないんだけどさ、なんかその思い当たるのは、その前日にビデオをさ、アップロードしてて、で結構ね、正直その日は夜中までやっちゃったわけ。っていうのも、アップロードのする時間がかかりすぎちゃってて、スローだったんだよね。で、それをアップロード終わるまで私は寝つけないから、そうで、それを待ってたんだ。でしたらね、朝の2時くらいまでになったので、その後寝て、で翌日、昨日ね、で、まあ一日良かったんだけど、夕方にバーンって頭痛が始まったわけよ。さあ、結構大きい頭痛でさ、あんまりそんなに頭痛なんてしないんだけど、大きくって、で、私はさ、頭痛薬とかあんまり飲まないから、あの1時間ぐらい待ったんだよ。でもね、待ったけどなくならないから、もうそれで7時頃とかになってたのね。でだからさ、もうさ、かほちゃん連絡して、かほちゃんごめん、今日ちょっと頭痛してるから、あの撮影できそうにないわって言ったので、そしたらね、あの渡したいものがあるから、あのじゃあ私、旦那さんに渡しとくねって、もうこれから寝るでしょよって言われて、もう寝るわみたいな。そう、それでさ、かおちゃん持ってきてくれたの。何持ってきてくれたと思う？あのね、これを持ってきてくれたの。手紙付きでさ、ハクレイ作ったんだって、あげるねって書いてある。何でもない日に乾杯だって。最高じゃない？超可愛いでしょ。いい匂いがする。超可愛い。で、このさ、もう一個くれたの。で、これはフローレンス用のなんだって。で、こっちはさ、あのローズが作って使ってある。超可愛い。ローズが使ってある。うちの娘の名前がフローレンスローズだから、多分それでローズ使ってくれたんだと思うんだけど、ありがとう、かほちゃん、最高だね。私はこれを、あのあれにしたいと思う。あのドライフラワー、時間が経ったらこういう感じで、かわいいじゃん。ドライフラワーにしようかな。超かわいい。ありがとう、かほちゃん。今日の夜にね、昨日の分の、撮影をする予定です。これサムネ用に撮っとこうかな。よし、角煮を作る。これから俺は JD です。私の近くに一番来るのに抱っこが一番嫌な子ね。うちの猫みんな。ジゼルちゃんです。Oh, there she is. I haven't seen her.
私が角煮を作るときはまずはじめこうやってバーってカットしてバーっとカットしてですね、でその後もう炒めんので、結構こういう感じで炒めて、結構この周りがカリカリになるぐらいまで炒めて、でそしたらすごい油が出るじゃんか、それを捨てて、でその後水を入れて、でこう煮詰めていく感じ、あの調味料とかその後入れて、このぐらいまで全体的にカリカリになったらお水を足して、で30分ぐらい煮ていきます。でこのアクが出るから、それをまあ30分かけて取ったりして、でこの30分が終わった後に生姜、たっぷりの生姜と、あとたっぷりのネギを入れて、あと調味料は醤油とお酒とお砂糖で、お砂糖はですね、これでちょっと使い切っちゃって足りなかったんで、ブラウンシュガーをその後足しました。でもともと冷蔵庫に入ってたゆで卵とお豆腐も足してその後弱火で1日中煮込みました。これからプールに行ってきます。どっち行くねん、こっちこっちより。 This way。You have